の中だって今こうだからこうだなって考えるから絶対できないよ、うんうんうん、全部こうしたいからどうするかを逆算でやっていく。業界平均 30% あればいいと言われる中、私の口座に入っている人の 75% は月商100万達成。その秘密を随時配信してます。動画概要欄の一番上にあるリンクから登録してください。はい、今回はですね、はい、今すぐこう売り上げを 1.5 倍にするんやったら何しますかっていうところを聞きたいんですよ、うん、だから100万の人がもう翌月150万に行くにはどんな行動を取るのが一番いいのかっていうようなところを今こうやってパッて言われて、何しますか来月、じゃあ前川先生っていうふうなところをちょっと聞いていきたいなっていうふうに思ってます。 OK です。はい、まあ、もちろんね、誰しもが売り上げ上げたいと思っててこの動画を見てるとは思うんですけど、うん、まあ、爆発的にドンと上げるために、うん、OK、いろんな選択肢があるじゃないですか、はい、その中で何するかっていうところをズバッと言っていただこうかなと思います。一発バーンで上げたらいいんですね。はい、お願いします。 OK です。じゃあ行きましょう。やるべきことはですね、もうこの3つですね。まず1つ目は新規集客をもっと頑張ります。ほう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 。新規集客を目標頑張ります。で、この新規に対しての値上げをします。ほう。これまた説明しますね。はい、既存ってこう書くんやったっけ。既存に対しても値上げを告知します、うんうんうん、なので回数券を販売します。で、値上げにしたこっち側は回数券で攻めます。これをすれば一気に 1.5 倍どころか2倍3倍いく可能性がありますね、うんうんうん、じゃあどういうことかっていうのを説明していきたいと思います。はい、はい、まずですね、今から新規集客する人はですね、もう全部値上げをした上での新規集客をしていってください、うんうんうん、はい、5000円でやってるんだったら8000円とかでやる、8000円とかやってるんだったら1万円とかでやるみたいな感じで値上げをして新規集客、その値段で集まる人を集めていきましょう。で、それで来た人に対して回数券を売っていってください。はい、はい、これはまず一つ目のやり方ですね。じゃあもう一個、既存の人に対してどうしていくのか。既存の人に対しても値上げを告知していってください、うんうん、え、先生値上げすんの、なので特別に今まで来てくれた方には、通常料金これなんですけども、今来てくれてる方には特別価格のこの料金での回数券をご用意させていただきます。同じでいいってことですか。値上げ前の、値上げ前と同じでもいいし、もうちょっと下げてしまってもいいんじゃないですか。ああ、なるほどなるほど。お得感を出してしまって、はい、ですればこの新規からとこの既存からが掛け合わさったらものすごい売り上げになりますよ、うん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 、これで一丁上がりです。早っ、はい、一発だけでいいんだったら、それ言うても、あ、一発だけでいいんだったら、はい、これで、あ、なるほど、はいはい、はい、確かに確かに、はい、そうですよね、うん、え、じゃあそれもしその状況で3ヶ月連続で、うん、あ、今100万だと、うん、3ヶ月連続で150、150、150っていう風になるんだったら、うん、これですか。それでも僕だったら正直それでもこれですね。うーん、みんなね、回数に打ったら次の月売り上げ下がるでしょって言うんですよ、はい、俺下がったことないんですよ。え、なんで。僕回数券で最初の1年間ぐらいやったけど、売り上げが次の日だから次の月だから落ちたとか、まあ私波ありますよ、はいはいはい、みんなね、100万いって次の月30万なしってないですからね。あー、そっか、うん、コンスタントに売れてれば、コンスタント出したら意味、あの、全然いける、うん、それだけだ。みんなふっしょ売り上がったってなった瞬間は脇緩めるんですよね。はい、余計締めないと。ほう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 。脇締めてもっともっとやるんですよ。なので、そうか、なのでもう3ヶ月間思いっきりこれ回したらいいんですよ。うんうんうん。で、まあ、okay、もうそこで枠の問題とかもちろん出てくるけども、うん、時短したらいい。はあ、はあ、ってことですもんね、うんうん、時短ってなってきたら新規のみ時短から始めていくのがやっぱ妥当ですか。ね、ストレス感じるんだったらもう新規のみにしたりでます、うん、はい、全然いけるんよ、いけるよってなったらもう全員やったりでます。何分から何分にしてきたみたいなんて何かありますか。僕はね、30分から25分で20分です。5分間隔で短くしてます僕。そうか、だからそれだけ10分短くなったら1日の見れる枠何人増えんねんって感じですもんね。そうそう、1日10人見てたとしたら、はい、5分短くするだけで50分開くんですよ。あ、そっか、めっちゃでかいですよ。1日50分早くすることだったらめっちゃ嬉しくないですか。はい、もう早く終わってもいいし、まだ 2,3 人入る枠にもなるし、入れてもいいし、うん、その時間をゆっくりするんじゃなくて見るか集めに行くか、そういったら全然集めれますよ、うんうんうん、だから回数券の後っていわゆる下がるでしょって思って回数嫌なんですよねって言ってる人ってもう意味がわからないです、うん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 、集め続けたら全然いけるし。ああ、そうか、うん、しかも今ポロッと言われますけど、やっぱうまくいってる時こそ、そうですよ、見つめ直さなあかんよねっていうところです、ね、ガンガン攻めないと。うん、うまくいってない時は誰でも
そうです、考えるんで、考えて動いてないですよね、うまくいってないですって、なのでまずこれをやるでしょ、はい、で多分この既存っていうのは今来てる人の既存、はい、まあ、最初やると思うんですよ。次はもう眠ってる人です、もう休眠患者も全部呼び起こさないと。ほう、休眠にも全部連絡するんですよ。はがきとか、はがきとかでもうずっと来てて、有料顧客売り上げ高いとか電話して、今こうしていくんで、もしよかったら来てくれませんこの機会にって言ったらいいじゃないですか。何人か帰ってくるでしょ、はい、まあ、それをまた高校にぶち込んだりじゃないですか、みたいな感じ。あ、なんかシンプルやけどなんか難しいな。めちゃめちゃシンプルですよ、みんな難しく考えすぎ。新規だから、もう新規を取るところに対する、まあ、広告費は別にかかっても別に回収できるんだから、ガンガンいけよっていう感じですもんね、うん、そうです、はあはあ、その左の塊と右の塊は同時にしますか、うん、前川先生だったら。もう同時にしますね。同時か、もう一気に、だって来月一気にしないといけないでしょ、うんうんうん、もう切羽詰まったらもう一気にするしかないじゃないですか。いや、そうじゃなくて、今1月なんで4月ぐらいにそうなったらいいなと思ってるんだったら、まず新規だけやったらいいと思うんですよ。なるほど、うん、既存だけで、まあ、今のだけ保ってたらいいでしょ。なんかじゃあ、まあ、時短の話もちょっと出ましたけど、うん、その枠パンパンになってきた時の時短ってどういう基準で何パーぐらいいったらみたいなんで考えてはりましたか。正直僕枠どうこうじゃなかったんですよね。そう、もう売り上げ達成するにはこんだけ見なあかんっていうのと単価とかだったんで。ああ、なるほど、目標売り上げから単価と時間枠を決めて、1日何人見たら1日いくらになるから、それを28日30日繰り返したら300万になるよねみたいな感じだったんで。でも2割稼働3割稼働とかだったら持ち出したらいいと思うし、はい、7割とかなってきたら持ち出したらいいかなと思います。この5割とかやったらちょっとどうしようかなって、一番中途半端な時かなと思うんですよ。確かに確かに、うん、それより下とかそれ上だったらもう踏み込んだらいいですよね、うん。それも値上げっていうのもこう、ね、簡単にこう値上げ値上げ、はい、値上げする終わりってなりますけど、はい、今言われたみたいにやっぱこう目標の設定からいくらにするかっていう風に決めていくのがやっぱ絶対です。だからなんでみんな1万円とかやるのかって俺分かんないです。1万円でやる理由何なんですかみたいな。分かれ、僕は全部理由があったんで、やることは全部理由があったんで、それは全部僕はこの診療日数で1日の労働時間これで売り上げこれに行くためにはこの料金設定じゃないとダメなんですっていう理由があったんですよ。あ、なるほど、うん、そっかそっか。なんかじゃあね、多分これ見てたら、じゃあ5000円を6000円にする値上げでいいんですか、それとも5000円から8000円にしないといけないんですか、え、8000円3000円もいきなりアップするのちょっと抵抗あります、絶対なりますもんね、はい、うん、でもそれは抵抗絶対あるじゃないですか、変化するときって人であれば抵抗があるんで、でもそれをしないと自分の理想に届かないのであればやるしかなくないですか、なんですよ、うん、確かに間違いないでしょ、はい、だからやることシンプルですよ。これ聞いたときにきっと動画見てる方ってそんなん分かってんねんと、うん、それができへんねんって言うと思うんですよ、はい、いやそれしか方法ないねんでと、はあ、うん、そっか、じゃあそれをどうできるようになるかを考えないことには何も始まらない。そうです、うんうんうん、そう、まずはこれをじゃあどういうふうにしてできるのかと考えてやることですよね、うんうん、ああそっか、だから例えば左の塊で言ったら回数券をいくらに、うん、いくらに設定して、うん、これぐらいのクロージングでしたら、あ、新規はこれぐらいいる、そう、じゃあそこに対しては平均コストこれぐらいかかるから広告費は、うん、例えば20万突っ込まなあかんとか、うん、っていうのは勝手に出てくるやん。そうですよ、全部逆算に出るじゃないですか、はい、うん、多くの方って今こうだからこうだなって考えるから絶対できないですよ、うんうんうん、全部こうしたいからどうするかを逆算でやっていく、でもストレスだらけだと思うんですよ、うん、それをやるからこそ大きく変えれるわけじゃないですか、うんうん、それができないんだったらちょい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 やっていったらいいと思いますよ、うんうん、確かに、でもそれぐらいはっきりするもんですもんね。そうですそうです。逆に困難をねガーンってやるところってないですよ。確かに、余計目立っていいじゃないですか。はいはいはい、はい、目立ってなんぼですからね、うんうんうん、そんな感じですよね。だから本当にね、僕自身今こうやって本当になんかこう言葉を選ばずに、その自分の素で思ってるまんま言葉を発してますけども、こんなに言葉汚い人とか偉そうに喋ってる情報発信者ってそんないないじゃないですか、うん、うん、それまた良さにもなるし、まあ、敵も作ると思うんですけど、はい、良くないですか、触れた方が。なんかこれで僕綺麗に喋ってたら多分ね、多分見てくれないと思うし面白くないと思うんですよね、うん、そんな感じで、はい、他と違うことをしていけたらいいんじゃないかなと思います。わかりました、ありがとうございます、うん、はい、今回はこれで以上になります、はい、動画概要の一番上にメルマガのリンクがあります、うん、そちらでプレゼント配布しているので、ぜひ今すぐですね、リンクをチェックしてプレゼントを受け取ってください、はい、では以上です、ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、今回はですね、はい、ポスティングが良くて折り込みが悪い時にどうしますか、はい、これね、先生が絶対決めといた方が良くて、自分にとってどういう結果だったらいいのか、どういう結果だったら悪いのかっていうのをちゃんとですね、明確にしといてほしいなと。やっぱ言葉の定義付けってめっちゃ大事だなって僕思うんですよそういった人たちもリーチしていくっていうのはめちゃくちゃ重要ですよね。うん、確かに、うん、っていう意味で考えたら、絶対に出せる媒体は多い方がいいです。はい、で、プラマイゼロで出せる媒体はやり続けた方がいいですね。これは僕の考えなんですね。うん。